ジョーイ・ボット、ジョゼフ・ダニエル・ボット、ジョゼフ・ダニエル・バート、1983年9月10日台、は、カナダ連邦オンタリオ州トロント出身のプロ野球選手。右投げ左打ち。現在は、MLB ナショナルリーグ中地区、シンシナ・ティレッツに所属。資料によっては、ボットボトーボトーボトーと表記されることもある。相性は、 ボット自身が2013年にチームメイトだったアキシン、守るが良い打者になろうと、ボットについてきたと感じて、その様がウサギに似ていたため、韓国語でウサギを意味する突起に、数字のを付けた突起1と名付け、ボット自身は突起2を愛称としている。また、自称、カナダの一郎である。デビューからレッズ一筋のフランチャイズプレイヤーである。 少年時代から野球に夢中になる一方で、カナダ人アスリートとしては珍しく、アイスホッケーには全く関心を示さなかった。の、MLB ドラフトで、新シシティレッツから2巡目の指名を受け、入団した。22A のチャタヌーがルックアウトで打率。319.22本類が、79打点を記録し、サザンリーグ最優秀選手に選出された。 バス 3A のルイビル・バッツでプレーし、インターナショナルリーグ最優秀新人に選出され、9月4日のニューヨーク・メッツ戦でメジャーデビュー、24試合の出場で打率、321.4本塁が17打点を記録した。開幕当初はスコット・ハッテバーグと一塁手で併用されていたが、4月半ばからはレギュラーに定着。 5月7日のシカゴカブス戦では1試合3本類打を記録。9月には打率309.9本類が20打点で月間最優秀新人に選出された。最終的に打率297.24本類打はなリーグ新人選手として1位84打点はジオバニー外の86打点に次ぐ2位となった。新人王の投票では外に次ぐ2位に終わった。 同年8月に、父が52歳で休止している。開幕前の3月に開催された第2回、WBC のカナダ代表に選出された。ジェイソン・ベイ、ジャスティン・モルノーと共にクリーンナップを形成した。シーズンでは、父の死をきっかけに発症した鬱病で故障者リスト入り、合計30試合以上を欠場したものの、終わってみれば打率。322、リーグ5位、出塁率。 414、4位、長打率、567、5位という成績を残した。は長期間の離脱を経験することもなく、一時はアルバート・プホルス、カルロス・ゴンザレスと3冠を争いを繰り広げた。8月には、レッツの選手としては、ケング・リフィー・ジュニア以来6年ぶり、スポーツ・イラストレーテッド氏の表紙を飾り、全米で知名度を高めた。 最終的には無冠に終わったものの、打率、本類打、打点のすべてで、リーグ3位以内に入る成績を残し、レッツの15年ぶり地区優勝に貢献。自身初のポストシーズンとなった、ディビジョンシリーズでは3試合で打率。100、犠牲フライによる1打点のみという不振により、敗退した。出塁率、超打率、アップスは、リーグトップだった。シーズン終了後、 ナリーグのハンクアーロン賞及び MVP に選ばれた。MVP の投票では、投票権を持つ32人の記者のうち31人から1秒を獲得し、球団史上12人目、カナダ人選手としては3人目の栄冠に輝いた。は、自己最高の185アンダーを記録した。出塁率、2類だ。死球の数字は、リーグ最高だった。さらにシーズン終了後には、 ゴールドグラブ賞を受賞した。は4月2日に、現在の契約に加えて2014年から10年間、2023年まで総額2億2500万ドルで、レッツと契約延長した、2024年は2000万ドルの、球団側選択オプション、破棄の場合は700万ドルを受け取る。シーズン序盤から好調を維持し、5月13日のワシントンナショナルズ戦では、 自身2度目の1試合3本塁打を記録、オールスターゲームにも出場した。しかし、7月16日に膝の故障で離脱すると、9月5日に復帰するまで約2ヶ月戦線を離脱した。そのため111試合の出場にとどまり、打率こそ337だったが、本塁打は14本に終わり、特に怪我から復帰してからは1本も打てなかった。しかし、 規定打席不足ながら94個の支給を選び、出塁率は474を記録した。ディビジョンシリーズでは5試合で打率389、18打数7安打4支給と活躍したものの、長打、打点がなく敗退した。開幕前の1月11日に第3回 WBC 本戦のカナダ代表暫定メンバーが発表された。当初は、 代表入りを保留していたが、2月21日に代表入りした。シーズンでは、怪我なく、シーズン全試合に出場した。打率、305-24本類打73打点135支球を記録。2年連続で最多支球となった。チームも、ワイルドカードで、プレイオフに進出したが、ワイルドカードゲームでは4打数無安打、2三振で、 ピッツバーグパイレーツに敗れた。打点が73と少なかったため、オフには地元メディアから、彼ほど給料をもらっている選手なら、指揮を選ぶべではなく、ランナーを返す努力をするべきと批判を受けた。また、ツイッターを使った投票で、ジョー・マウアー、ホセ・バティスタ、デレク・ジーター、アンドリュー・マカッチェン、マット・ケンプを破り、MLB の顔に選ばれた。は、故障による、 戦線離脱もあって62試合の出場に止まり、6本塁打、23打点に終わった。6月9日のフィラデルフィアフィリーズ戦で、自身3度目の1試合3本塁打を記録。この年は158試合に出場で打率。314.29本塁打、80打点、アップス1.000の好成績を記録した。最高出塁率は、ブライス・ハーパーに譲ったが、 自己最多の143支給を選び取り、これで自身4度目の最多支給となった。2010年以来の2桁盗塁も記録した。は、開幕から不審に陥り、86試合終了時点で打率。252でオールスターブレイクを迎えた。しかし本来の姿を取り戻した後半戦では72試合で打率。408と復調し、終わってみれば打率。 321.29本塁が97打点だった。オフの12月28日にシーズンを優先するため、第4回 WBC のカナダ代表には不参加の意思を表明した。7月3日のコロラドロッキーズ戦でカナダ人選手としては史上4人目となる1500安打を達成した。8月7日のパドレス戦で、 ーリス・立ャシーンからシーズン30本塁打を達成し、グレート、アメリカンボールパークで記録した本塁打数を136本とし、ジェイブルースの記録を抜き歴代最多となった。8月15日、歴代2位タイで4人目となる20試合連続複数打席出塁を達。この年もシーズンを通じて例年通り安定した成績を残した。特に序盤は本塁打を量産し、打率。 315、26本塁打の成績で4年ぶりにオールスターに選出された。後半戦は本塁打のペースが落ち、キャリアハイ更新とはならなかったものの、それでもキャリア2度目の30本以上を記録した。シーズン成績はリーグ4位の打率。320.6位体の36本塁打、10位体の100打点と打撃3部門でトップ10位を果たし、 自身2度目の3割30本100打点を達成した。また、134支給、出塁率。454はいずれも、両リーグ1位で、アップス1.03に、自身3度目の300出塁、三振率11.7%、DRS11 は、自己ベストだった。王は、フワーでは、リーグ4位の6.6、ルーハーでは、リーグ2位の7.5を記録した。 MVP 投票ではな、リーグの最終候補に、名前が残ったが、わずか2ポイントの差で、ジャンカルロ・スタントンに敗れて惜しく受賞を逃した。なお2ポイント差での決着は、史上4番目の僅差であり、1位秒は共に10票で、並んでいた。また、ハンク・アーロン賞もスタントンに、シルバー・アスラッガー賞は、ポール・ゴールド・シュミットに奪われた。8月4日のワシントン・ナショナルズ戦で、 ライアン・マドソンの投球が右膝付近に当たり様子を見ながら試合に出場したものの打撲と診断されて4年ぶりに故障者リストに登録された。この年出塁率は417で自身7度目のリーグ1位であったが打率284.12本塁が67打点アップス837と成績を落とした。 基本的なスタイルはライナーを量産する中距離打者だが、長打力も兼ね揃えており、毎年30本前後の本塁打を打てるだけのパワーも備えている。メジャー通算のレフト方向への打球の割合は30%と逆方向への打球が多い選手で、本塁打は2013年は24本のうち13本を左翼へ飛ばしている。左右の違いも苦にせず、 通算でも左投手相手に打率300近く打っている。非常に調子の波が少ない選手で、通算の月別打率はすべての月でほぼ打率300以上を記録している。また内野フライが非常に少ない。子球を選ぶことも多くな度の最高出塁率を記録しており、通算でも4割を超えている。前日の通り、自称。 カナダの一郎を名乗るなど一郎を尊敬しており、信仰もある。ある時には一郎が、ボットに対して、ダンキンドーナツを大量に送りつけ、これに対して一郎がシンシンナティに遠征しに来た際に、一郎の好物であるのプレーンチーズピザを一郎の背番号に合わせて、ボットが51枚送りつけたことがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。